みたいな。そうですね、今日が復帰戦、うん、代理すごい不安だったんですけど、みんな温かく迎えてくれて、うん、まあみんな揃わなかったのは悔しいんですけど、まあ国技館までの準備期間と思って休んだ分は私がきっちり取り戻せるようにして、帰ってくるみんなの場所をね作って待ってるので、楽しく両国まで突っ走れたらいいなと思います。はい、水木選手は今日まあ団体のチャンピオンが一人だけという状態だったんですけど、その辺のプレッシャーとかなんか、あって言ってる時点で先に聞いてなくてよかったなって思いました。でもベルト2本ユカチの分もしっかり戦えたなと思うし、いつでも戻ってきてくれたら1個渡してあげるし、今はちょっと2冠みたいな気持ちを味わっていきます。でもやっぱみーちゃんも伊藤さんもゆかちもみんなもやっぱ戻ってきてくれないと困るので、早く元気になる人になって飛んできてください。新井選手は今日フルタイムドローっていうのは初めてですかね。2回目はい、前にもあって、でも今日は自分が最後にリングに残ってたのもあって、決めたかったなっていう気持ちが今日はちょっと強くて悔しいです。ダイアントスイングに回されてどうですか。でも本当にあれは、はい、あれは途中でもあのボンって落とされた時にどこが正面かが全くわからなくて、もう本当に見てる分には楽しいんですけどね、やっぱりやられるとやばいので、はい、もう二度とないように気をつけたいと思います。